ントにお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。私たち赤城団のまず自己紹介からさせてください。私たち赤城団はここ群馬県で誕生しましたアイドルグループです。3月に結成して10年目を迎えようとしています。そんな赤城団アイドルなんですけど、歌って踊るだけじゃなくて群馬県の地域貢献活動もしていますので、まずは4つご紹介させてください。はい、まず1つ目は慰問活動を行っています。病院や老人ホームなどの施設に行っておじいちゃんおばあちゃんと一緒に 手遊びをしたりとか、ありがとうと書いた折り鶴をプレゼントする慰問活動を行っています。2つ目はエコ活動です。私たち赤城団は赤城山に赤城団の森というものを持っていて、そこで植林活動やゴミ拾いなどをするエコ活動をしています。はい、3つ目は群馬県の名産品や名産地の PR です。群馬のいちご弥生姫や嬬恋高原キャベツ、温泉、そして世界遺産に登録された富岡製糸場や絹産業遺産群の PR もしています。そして4つ目は認知症の方への理解を皆さんに深めていただくため、赤城団のメンバー全員認知症サポーターの資格を持っていて、認知症アンバサダーとして活動しています。そんな活動が認められ、私たちはアイドルプラス群馬特使として、皆さんご存知の中山秀幸さん、そして井森美幸さんと共に群馬県を盛り上げています。皆さん今日はよろしくお願いします。温かい拍手嬉しいですね。はい、ありがとうございます。さあ、先ほどもご紹介しましたが、私たちは介護施設に訪問する慰問活動を行っているんです。その活動の中で認知症についてもっと理解を深めたいと思い、認知症の人やご家族の応援者である認知症サポーターにメンバー全員がなっています。皆さんから見て右側のこの小学生メンバーもみんな認知症サポーターの資格を持っているんです。はい、で群馬県から認知症アンバサダーを委嘱され、認知症に関するイメージ向上と理解促進のための活動をしています。今日は皆さん赤城団と一緒に認知症について一緒にお勉強していきましょう。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では本日私たちにアドバイスをしてくださるゲストが来てくださっています。社会福祉法人群馬県社会福祉事業団編集指導センター所長の吉澤京子さんです。吉澤さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました吉澤と申します。私は普段前橋の亀里町というところで、主に高齢者の方の介護をしている専門職の方と一緒に、研修を通してですね、高齢者の介護、そして認知症の介護について学び合う仕事をしています。今日は赤城団のメンバー、それから会場の皆さんと一緒に認知症について一緒に考えていけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。吉川さん、よろしくお願いします。では参りましょうかね。はい、さあ皆さん、あの認知症っていうとちょっとこう暗いイメージを持たれてる、ね、方もいらっしゃると思いますけど、吉澤さん、明るく元気にお話ししてもいいんですよね。そうですよね。そうですよね。はい、わかりました。では皆さんもこう明るく元気に聞いていただけたらなと思います。さあ、私ちょっと質問があるんですけど、一部でも教えていただきましたが、私たち慰問活動をしているんですね。でその中でおじいちゃんおばあちゃんと一緒に歌や手遊びをするんです。曲だと青い山脈とかふるさとを手話付きでやったり皆さんするんですよ。はい、でも認知症の方って、すいません、最初偏見だったんですけど、全部歌えない、忘れてしまっていると思っていたんですね。だけど実際本当に違いまして、皆さん1番から3番までしっかり覚えていたんです。その時に本当に驚きと戸惑いを持った印象がありまして、そういうのなんですけど、どうですかね、こういうのは。そうですね、あの認知症にもたくさん種類がありまして、はいはい、まず忘れてしまう、
物忘れ、多趣になる認知症、それと初期の頃には記憶の障害があまり見られない認知症になるね。はい、はい、で皆さんよく耳にしたことがアルツハイマー型認知症って耳にしたことあるよっていう方ちょっと教えていただきます。ありますね。ありますよね。手上がってますね。はい、認知症の中では一番多いタイプの認知症なんですね。でこれは記憶の障害がベースにある認知症でして、はい、ですから忘れちゃうんじゃないかなって思いますよね。すいません、思っていました。はい、そうなんですね。で、進み方っていうのがね、はい、で、まずついさっき経験したことを忘れてしまいます。そして時間軸でいうと近いところから忘れていくんですね。はあ、例えば、結婚した女性でお年寄りになったとすると、まず、一番近いっていうとお年寄りになって孫が生まれたなんていうことから忘れていって、だんだん一番最後の記憶が残る。なるほど、近い方先に。そうですね。なので昔覚えた歌っていうのは覚えてる。なるほど、だからおじいちゃんおばあちゃんはふるさとも青い山脈も全部歌えてたんですね。そうですね。そしてあと記憶のない、今時間軸、時間で見てみたんですけれども、はい、記憶の内容で考えてみると、あの一番最初になくなっていく記憶っていうのは、例えば旅行に行ったとか、あ、ね、今日なんか会場に来たなんていう、そこからなくなっていく体験型っていうのは、ね、体験型ですね、はい、そして次になくなっていくのが頭で覚えたり、頭、はい、歌の歌詞なんですよ。そうですよね。頭で覚えたり、はい、最後に残るのが自転車に乗るとか、女性だったらお米を研ぐとか、そういった体で繰り返し繰り返し覚えたけど、自転車に乗るなんてもそうですよね、はい、それが最後まで残ります。ですので逆に考えると、できないことは少しずつ少しずつ増えてはいきますけれども、できる力、これは体で覚えた記憶、歌を歌うっていうのもここに入ってくるんですね。なるほど、今日きっと皆さんもね、初めて知ること多いと思いますけど、こういうのって知るのと知らないのだと対応もやはり変わってきますよね。そうですね。ちょっと認知症のイメージも皆さんガラッと変わったと思います。本当に吉田さんありがとうございました。すっきりしました。ゆなちゃんも質問あるんですよね。はい、私もちょっと聞きたいんですけど、はい、穏やかそうなおばあちゃんが急に怒り出してしまうことがあったんですけど、はい、そういう時ってどういうふうに対応したらいいんですか？そうですね、はい、急に怒り出したらびっくりしますよね。はい、その時は、はい、びっくりしてしまいました、はい。逆に私が皆さんに質問です。皆さんが怒るときどんなときでしょう？皆さんどうですか？皆さんが怒るときどんなときですか？ちょっと聞いてきてもいいですか？お願いします。分かりました。では、怒りそうな人を選ぶわけではないですよ。そういうわけじゃないです。目の前にいる方を。では、お父さんが怒るときどんなときですか？あ、子供がミスした時とか、そんなような感じ、はい、お子さんがちょっと悪いことをしてしまった時のところですね。はい、はいはいはい、もう一人くらいですか？わかりました。あ、決して選んでるわけではないですよ。あなたが怒る時どういった時でしょうか？腹が立つ。あ、どんな時に腹が立ちますか？思い通りにいかない。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですよね、思い通りにいかないとき、そうなんですよね。あの、嬉しいときとか楽しいときに怒る人いないですよね。そうですね。ですよね。はい、いくら穏やかそうな方でも怒るときにはそれなりに理由があると思うんですよ。理由、そうですね。ですよね、はい。おそらく思い通りにいかなかったとき、それから我慢でたけれども我慢が限界に来てしまったとき、それから体調が悪いときかも、私たちイライラしませんか？しますしますよね。はい、ます。
ですよね、はい、我慢してても顔に出ちゃったりとかありますよね。ありますね、はい、それから、認知症になったりするとですね、単純にあの周りの物質的な環境、光とか、はいはい、音、匂い、温度、そういったものが私たちが感じている以上に刺激になるっていうことがあるんですね。はい、ですのでおそらく怒ったには怒った理由があると思います。はい、で、そうですね、体調だったり環境だったり、あとはお薬の副作用で怒り出しがちになるっていうこともあるんですね。ああ、お薬の副作用で、はいはい、ですので何が原因なのかっていうのを探っていくのは、例えば自分のこう大事にしていた価値観が不憫にじられた時ね、はい、とってもこうバカにされたように感じた時とかありますよね。あります。自分を守るために悔しさを耐えて耐えてきたけれども、ドーンって爆発する。それって一種のメッセージだと思いませんか。メッセージ、確かにそうですね。ですよね、はい、なのでそこをなんで起こったのかなっていう原因がつかめると、そこに向かって関わり方ができるんです。なるほど。ただですね、それがなんでかなっていうのを見極めるのって、おそらくその人のことをよく知っていないと、こんな価値観でこんな育ち方をして、はい、こんなところを大事にしてきた人なんかな、それから認知症が今どのくらいまで進んでいて、どんなことにあの生活上で困っているんだななんていう、その人そのものをしっかり知ることと認知症の知識がないと、はい、なかなか難しいですね。なるほど、そこが結びつかないと難しいですよね。ね、ですので、とりあえず例えば慰問先で怒っている方がいらっしゃった場合、はい、私たちにできることは、原因があって怒っていらっしゃるんだなっていう、その怒っている感情をまず受け止める。はい、ですよね。認知症だから訳が分かんなくて怒っているではなくて、当たり前の感情を持った一人の人間として見ていただいて、あ、理由があってこの方は我慢しきれなくなって怒っている。そうすると、そんな思いを持ってその方と接すると、おのずとこう態度にも出てきませんか。そうですね、辛いですよね、悔しいですよね、うなずいてただ聞くだけでもなんか支えてもらってるなっていう気持ちを受け止めてもらってるなっていう気持ちにもなります。はい、なので怒ってる方を見たら無視をしたり、変な目で見たり、うん、あるいはその怒りを止めようとしたりではなくて、あ、辛いことがあって怒っているんだな、まず思いを受け止めるようにするといいかなと思います。はい、ありがとうございます。あともう一つ、はい、急に怒ったって多分言って、その前に何があったかって分かんない状態かもしれないですね。その前後に何かが押してるかもしれないな、なんていうのをしっかりと見てると、もしかしたら掴めることもあるかもしれない。はい、はい、ありがとうございます。認知症の方の、はい、気持ちに寄り添うことが大事なのと分かりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回は2点ね、吉澤さんにお話を伺いましたけど、皆さんすごいためになりましたね。はい、私たちも認知症マサダーなんですけど、まだまだ知らないことがたくさんなので、皆さんと一緒にこれからも勉強していきたいなと思っています。では最後に吉澤さん、認知症の人への対応なんですけど、これから皆さん認知症の人と出会うじゃないですか。その時どういう風に対応したらいいのか、ぜひポイントを押さえておきたいんです。教えてください。はい、ポイントですね、皆さんパンフレットお持ちですか。パンフレット持ってますか。はい、パンフレット、認知症の人への対応の心得、3つのないがございます。1つ目、驚かせない。2つ目、急がせない。そして3つ目、自尊心を傷つけない。驚かせない、急がせない、これ私たちもびっくりしたり焦ったりするとできることもできなくなったりしまいますよね。頭真っ白になっちゃったりしますよね。しますね。ね、ですのでここはもうお分かりかと思います。はい、そして3つ目、自尊心を傷つけない。これは、怒りと
経験を積んできた大人の方です。社会人として役割を担ってきた方です。自尊心があって当たり前ですよね。はい。認知症になってわからないこと、できないことが増えていったとしても、自分は自分らしくありたい、当たり前なことですよね。はい、はい。ですので、その気持ちが踏みにじられたり、バカにされたりしたら、自尊心傷つきますね。そうですね。はい。ですので、驚かせない、急がせない、そして自尊心を傷つけない、ここをポイントにして、具体的にはね、街で、あれ、あの人もしかしたら認知症なのかななんて思ったとき、まず見守ってください。見守る、はい、はい。そしてちょっと距離を置いて見ていて、その後ですね、余裕を持って対応する。これはどういうことかと言いますと、自分がどうしよう、認知症かもしれないんだけど、どんな風に怖くて、やだね、やだな、どうしようなんて思っていると、はい、どうでしょう、相手にも動揺伝わりますよね。伝わります ね。ですので、まずは自然体にどっしりと構えて、できれば、安心していただけるように笑顔ができた、笑顔、すごいいい笑顔ですよね。皆さん笑ってください。せーの、2個、素敵な笑顔です。これで対応お願いします。そうですね。そして声をかけるときに、幾人もで前に行って声をかけたりするとびっくりしてしまいます。はい。威圧感があります。ですので、一人で声をかけてください。そして後ろから声をかけない。なんでですかね。後ろから声をかけない、ゆらちゃんどうしてだと思います。やっぱりびっくりすることにつながっちゃうんじゃないですか。そうですよね。年配になると結構音がどっちから聞こえてるのかわからなくなる、聴力が弱くなるんですね。はい。なので、どうしようどうしよう、どこから来てるのよなんて見ているとき、転倒したりなんていうこともあるかもしれません。危ないですもんね。そうですね。ですので、後ろから声をかけず、前に回っていただいて、視界に入ったなっていうのを確認していただいてから声をかけてください。はい。そして、声をかけるとき、お年寄り割と小柄な方多いですね、おばあちゃまたちにね。はい。ですので、上から見下ろすように声をかける。これもやはり威圧感につながってしまいます。ですので、少し腰を下ろして目線を合わせたような状態になって、優しい口調で声をかけてください。はい。穏やかに、はっきりした話し方で、声が高かったりすると聞き取りづらいです。長文でも分かりづらくなります。ですので、できるだけ短めにはっきりした口調で声をかけ、最後はしっかり聞いてください。はい、はい、します。ありがとうございます。嬉しいですね、こういう声はね。そうですね。はい。聞いてますよっていうサイン、ゆっくりでいいですよ、相手の方に合わせて大丈夫です、ゆっくりお話しください、しっかり聞きますよっていうのを態度でぜひ召していただくと、落ち着いてお話をされるかと思います。わかりました。伊沢さん、詳しくありがとうございました。ありがとうございました。認知症の方がもしも自分の目の前に来た時、きっと動揺されると思うんですけど、あとは否定とかもせずに、まずはその認知症の方の意見をきちんと聞いて、その通りにしてあげる、それも重要なことになってきますよね。ね、今日は本当に吉沢さん、お話ありがとうございました。ありがとうございました。皆様、大きな拍手お願いいたします。ありがとうございました。さあ、皆さん本当に真剣に、そして明るくお話を聞いていただきありがとうございました。ありがとうございました。ね、これからもっともっと認知症の方増えてくると思います。これを身近な病気を捉えて、みんなでね、地域全体で認知症を応援していきたいなと、はい、ご家族を応援していきたいなと思います。はい。さあ、この後は私たち赤城団のステージが始まりますので、皆さん今しばらくお待ちください。ありがとうございました。ありがとうございました。
10年目を迎
迎えるグループとなっています。ありがとうございます。はい、そんな劇団地域貢献活動もしていまして、慰問活動、エコ活動、そして群馬県の名産品や観光地の PR をさせていただいて、さらに今日ははい、皆さんの、臨時町への 方への理解をもっと深めていただくために、今日は、私たち臨時町アンバサダーという資格を持っている赤木団が今日はね、こちらステージ立たせていただいています。臨時町アンバサダーとして活動しています。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、先ほどは皆さん赤木団と一緒に臨時町についてお勉強していただきありがとうございました。ありがとうございました。先ほど講師だった吉澤さんもね、ステージ赤木団の見てくださってて、はい、吉澤さんが、吉澤さんありがとうございます、ファンになったよって言ってくれました。嬉しい。ゆなちゃんは一緒にね、受けていましたけど、どうでしたか。サポーターの資格なんですか。そう、さっきやったじゃないですか、お勉強会を。認知症サポーターの その講習を受けた時とはまた違う学ぶ視点もあって、本当に勉強になりましたね。確かに、はい、私たちもアンバサダーだけどまだまだ知らないことがいっぱいなので、今日は皆さんと勉強できて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。私先日ですね、伊勢崎駅あるじゃないですか、はい、前橋駅からね、行ったところの、はい、あそこで車を運転してたら、おばあちゃんが一人でなんか歩きながら歌を歌ってたんですよ。お、私もしかすると認知症の方かなと思って、徘徊っていうかね、ちょっとね、お散歩っていうかそれかなと思って、私ちょっと心配になっちゃったんですけど、声をかける勇気がなくて、もしも違ったらどうしようっていう、そうですね、そう、多分皆さんもそうなると思うんですよ。で、一回車で通り過ぎちゃって、で、またちょっと10分後に帰ってきた時はもういなかったんです。だからその後すごく心配だったんで、それをさやきの、ね、お母さんが看護師さんなので、ちょっと聞いてみたらいいアドバイスをもらったんだよね。そうですね、よく認知症の方の、症状として、いわゆる一般的に徘徊って言われる行動が結構見られることがあるかなと思うんですけれども、私もね、看護師 の, そのお母さんから聞いたお話なんですが、ね、この徘徊は徘徊ではなくて、探索って呼んでるようでして、これがですね、実は認知症の方としてはちゃんと意味があって、何かを探しているとか、ちょっと何か用があるとか、何かしら本人には理由付けがあってこう歩いているようなんですね。なので、無意味に歩いてると思わずに、こうもしそういう方を見かけたら、どうしたの、何か探してるの、じゃあ一緒に探そうねとか、そういう感じでその方を、ね、否定することなく一緒に、何か目的を一緒に探してもらえればいいかなと思います。ああ、本当に素晴らしい、私アドバイスを受けたんですよ、はい、だからその時私だったら車を降りて、どうしたんですかって言ってしまった。でもそこでどうしたんですかの後にしつける言葉ですよね。はい、そうですね。で、何か探してるんですか、一緒に探しますよとか、で、今歌歌ってるんですか、私も歌いますよ、ちょっとね、ちょっとおかしいみたいな。でもそういうことですよね。そういうことですよね。寄り添ってあげるっていうのがやっぱり、そうそう、まずは否定がダメなので、まずは肯定から入るってことが大事ですよね。はい、はい、というわけで皆さんもね、もしも認証のことに出会ったら、まず肯定から入っていただけたらなと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。では続いて歌いたいと思います。次の曲は、私たちが訪問先でおじいちゃんおばあちゃんにありがとうを込めた歌をいつも歌っているんです。今日は会場にお越しくださった皆さんに向けて歌わせていただきたいと思います。それでは聴いてください。赤木団で愛をありがとう、愛を受け継ぐ者へ。優しい手に引かれ歩いた帰り道、冷たい風の日も改めてくれたね。It's
認知症アンバサダーとして若い世代の方にももっともっと伝えていきたいと思います。皆さん今日はありがとうございます。ありがとうございます。さあ、はい、先ほど最初にね、小学生のチームがここにいたと思うんですけど、はい、はい、小学生のチームチミーズ、カッコ仮のメンバーも一曲披露させてください。さやちゃん、はい、次の曲はね、うん、あのハニハニ群馬っていう曲をやるんだけど、群馬県はさ、ね、古墳もハニワも有名なんだよね。そうですよね、ほおずけ賛否ありますものね。ハニワもいっぱいありますし以上ですね、ありがとうございます。そうですよ、群馬県の誇るものですからね、ハニワは。はい、そのハニワの曲を赤毛団歌って踊っています。今日はチミズのメンバーがハニハニ群馬をやりたいと思います。あ、ちょうど小さいお友達も来ているので、一緒にね、踊ってもらえたら嬉しいです。もちろん大きいお友達も一緒に歌って踊ってください。お願いします。それではチミズカッコ仮で、せーの、ハニハニ群馬。ハニ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 
だから8歳なんですけどね、下が8歳から受けられ、8歳以下でも受けられるってことですもんね。そうだね。みんなでね、いい地域づくりにしていきましょう、はい、さあというわけで、はい、今日は赤毛団と認知症について考えようというイベントです。ここで皆さんにクイズを出したいと思います。イエーイ。認知症に関するクイズですので、正解した方はスタッフさん、いいことがあるんですよね。はい、では皆さん、もう自主的に手を挙げちゃってくださいね。それでは第1問、じゃじゃん。認知症になったら外出は控えて家の中で過ごす方が良い。さあ答えてくれる人手を挙げてください。あ、結構上がってきてる。認知症になったら外出は控えて家の中で過ごす方が良い。アピールして、アピール、みんなアピールして、みんなアピール。待って、横横お願いします。丸。あ、正解でーす。おめでとうございます。ちょっとすいません、咳が出てて聞こえなかったんです最初。そうなんです。そう、正解はパスなんですね。ゆなちゃん、どうしてでしょうか。はい、人との交流がなくなってしまう閉じこもりは認知症の症状を悪化させてしまいます、うん、なのでその人の認知症の症状を理解してみんなでサポートしながら前向きな気持ちになってもらえるようにします。はい、というわけでおめでとうございます。大正解でーす。それでは第2問、うん、じゃじゃん。認知症は高齢者にしか発症しない。さあ、どうでしょうか。どうだろう。待った、右見て、右見て、右どこ。待った、待った、見てよ、ほら、でも緑が泳ぐんだよ。お母さんがすごい、お母さん、お母さん、お願いします。バツ。正解でーす。おめでとうございます。お母さん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、認知症は高齢者にしか発症しないのは脳なんだよね、ゆなちゃん。はい、そうです。実は認知症っていうのは若年性認知症というものがあって、20代から40代の方が発症する認知症もあります。で、女性の 1.6 倍男性が患者さんが今いるということで、はい、結構男性もね、身近にあるということですね。そうなってきますね、はいはい、私のね、スタッフさんもね、ちょっと結構忘れるんですよ。だけどそれは結果的に点々だったっていうところが落ち着いたんですで正解された2名の方、はい、ぜひステージ上に上がってください。私たちと写真撮影です、はい、イエーイ。ではまず赤のパーカーを着てる場合に行きましょう、はい、真ん中の。さあ、お母さん、おめでとうございます。かわいいね、ゲットをしてるんですかね。大阪とか福岡、名古屋ですね、はい、そして東京とか横浜とかその辺も行くんですけど、たくさんの方に群馬のキャベツのことを知ってもらえるように、PR したり、ラジオに出たりテレビに出たりしてるんです。で、この今からやる曲も群馬のキャベツを本当にね、食べたくなるような、うん、たくさんの調理法とか、あとね、ビタミン何が含まれてるよとか栄養素とかもたくさん出てきますので、皆さんよく聞いて楽しんでいただければと思います。絶対に皆さんの今晩のおかずをキャベツ。あ、キャベツしよう。絶対のキャベツはナンバーワン。皆さん楽しんでいきますね。ナンバーワン、ナンバーワン、群馬のキャベツは日本一。
ジャンプするよ。しなびた顔はダメダメ、フレッシュキャベツになりたいの。シャキシャキキャベツキャベツチュンチュン、おいしくなれてね。千切りに漬け物ガキャブだって今日買ってるのに、コールスローにホイコーロー、大牛で愛されたいわ。お好み焼きもんじゃでした。で下から上に上げて
ください。いきますよ。以上、私たち群馬県から笑顔